今日の一問一答ですね介護支援分野要介護認定という単元になります次の記述は正しいか誤りか答えよ。問題第一号被保険者は医療保険の被保険者証を添付して申請する第一号被保険者は医療保険の被保険者証を添付して申請するというふうにありますがこれは誤りになります 介護保険の要介護認定を申請できるのは介護保保険険の被保険者さんんだけけにななるわけなんですねでその被保険者というのは認定申請を上げるときには私は介護保険の被保険者ですよということを証明する必要がありますのでその証明書類であるところの介護保険の被保険者証を認定の申請書に添付するというこれがまず原則になるわけなんですね。 1> 第1号被保険者第2号被保険者問わず認定申請時には介護保券の被保険者証を添付するというこれが原則なんですけれどもただ一点不都合が生じるわけなんですね。で認定申請というのは細かく見るとこう4パターンあるわけですけど第1号被保険者の新規認定第1号被保険者の更新認定そして第2号被保険者の新規認定第2号被保険者の更新認定とこういうふうにあるわけなんですけれども。 ある場合だけですね、これがうまくいかないケースっていう、例外ケースっていうのがあるんですね。で、それは何かといったら、第2号被保険者の新規認定ですね。第2号被保険者の新規認定申請時に関しては、これがうまいこと当てはまらないっていうことがよくあるんですね。で、それはどうしてですかといったら、介護保険の被保険者証というのは、第1号被保険者には原則交付と、 いう,ふうになっておりますけれども第2号被保険者には原則非交付っていいう,うにななっているわけなんですねつまり第2号被保険者というのは原則介護保険の被保険者証を持っていないということになるわけなんですね。で持っていなければ当然申請時に添付することっていうのはできないわけですよね。こういう不都合というのが第2号被保険者の新規認定申請時にだけは起こるわけですね。で更新認定時には起きないんです なぜかといったら第2号被保険者というのは要介護認定というものを申請した時に被保険者証というのが交付されることになりますからなので更新認定申請時にはこれ必ず持っているんですね介護保険の被保険者証ですけど新規認定時には持っていないじゃあ第2号被保険者さんというのは新規認定申請時に何を添付するかといったら介護保険の被保険者証は持っていないのでその代わりに 医療保保険険の被者証を添付すするると、こううういいよななな決まりにってわけんでね。第2号被保険者というのは必ず何らかの医療保険に加入しておりますので第2号被保険者さんの被保険者要件というのは市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者というふうにありますので必ず何らかの医療保険に加入しておりますのでその医療保険の被保険者証を 介護保険の被保険者証の代わりに添付して申請を上げるとこういう風になっているんですね。ここを覚えておくといいかなというふうに思います。なので第1号被保険者も第2号被保険者も原則認定申請時に認定申請時には介護保険の被保険者証を添付するんですが、ただ第2号被保険者は新規認定を上げる時点においては介護保険の被保険者証を持っていない人がほとんどになりますので、その場合は医療保険の被保険者証というものを 申請書に添付して認定申請を上げるとこういう仕組みになっているということですねこれを押さえておくといいかなというふうに思いますということで今日の問題ですが第一号被保険者は医療保険の被保険者証を添付して申請するというふうにありますがこれは実際のところは誤りということになります介護保険の被保険者証を添付して申請するということですね今日の一問一答の解説は以上です